始まりました。死んだらおしまい、風来の試練5プラス。そう、私はね、風来の試練シリーズ、あるいはトルネカは昔遊んでいたので、結構こなれてるんですね。だから序盤で死ぬことはそうそうない。で、不思議のダンジョンはね、もうメインストーリーが終わってからが大抵が本番。よほど運が悪くなければ、まず死なない。というわけで、風来の試練5、早速遊んでいきましょう。序盤チュートリアルは、もう編集でカットしまくっていくかもしれません。名前はタマちゃんでいいか？タマちゃんに決定。これは、スーパーファミコン自体のドット風に戻った感じですかね。風来の試練は、1作目と、あとゲームボーイ版、あと任天堂64の2かな。2はあんまりやってませんね。あと、アスカケンさん、PC 版。まあ、そこら辺は遊んでましたね。どうやら、富士の病にかかった女の子を助けるために、フォーチュンタワーというところに向かうと。これが今回のストーリーですかね。ここからが本番かな。魔導の杖。これ何でしたっけ？敵にランダムの効果を与える。どれも効果はなかなか高い。まずは、マムロ倒していく。種っこ。あ、こいつ結構強いぞ。体力結構持ってかれたが、まだ大丈夫。金庫の盾。聞いたことない盾だな。あ、なんだこれ。ポイントスイッチ？ポイントの溜まるカードが持ち物になかった。ポイントカードね。金庫の盾は、お金を盗まれなくなる。性能は、ハテナでしたが。特に何もなさそうですね。これは何？罠？ちょっと罠かどうか判別がつかないな。踏んでみるか。いや、バッテンついてるか、これ罠でしょうね。重い盾。これは、守備力が高いが、お腹が減りやすいってやつかな。そうですね。これは装備しない方がいいな。なるべく。ただし、敵と戦う前に、これを装備して、そしてすぐ外すみたいなね。後半はそういう戦い方が有効になるかもしれませんね。ザコン3体倒すよ、一気に。レベル2になった。さらに武器、魔法斬りの剣。これも新しいな。遠見がお札っぽいデザインになっている。切るというより叩く。魔法系のモンスターによく聞くと。やった、魔法斬りの剣、プラス3ですね。効果高いぞ。マムルをぶったたいてみるが、威力は十分だ。お札ですね、本当に。2階に進む。下に2体いますね。まずは、通路に入るか。これなんだ？一つ目殺し。これはよくある武器ですね。なんだ今。お、なんだなんだ？奥の敵にもダメージを与えましたね。今のはモンスターの効果かな。寒天の杖。なんか強そうだけど。電撃でダメージを与える。隣の生物に伝わる。自分や仲間にも感電すると。危険ですね、これは。水の上で使っても、感電が広がるんじゃないかな。そんな感じはしますが。こいつは NPC か。なんかもらえるようだぞ。硬い？戦闘。食べると満腹度が回復して、使用済みの杖がいくつか再び使える。さらに防御力アップ効果。かなり強力なアイテムに思いますが。まあ、ピンチになったら使いましょう。真空切りの巻物。これは強いんじゃないかな。フロア内の全部の敵をね、ダメージ与えるんじゃないかな。爆睡の巻物。これも強力ですね。しかし、睡眠から目が覚めると移動速度の2倍になるんでしたっけ？敵は。そこら辺は注意が必要ですね。敵が2体いますが、マムルの強いバージョンが現れたが、洞窟マムル？穴蔵マムルか。音切り層。風来の試練では定番ですね。昔、チュンソフト。それが作ったゲームなんで。音切り層が相手も出てくる。こいつがさっき変な動きしましたよね。ああ、転がるんだ。そういうことか。それで他の敵にダメージを与えたんですね。新たなおにぎり。満腹度はまだ大丈夫ですね。なんだ？影縫いの罠。しかしセーフ。ここに貼り付けにあってしまいそうな。そんな感じの名称ですね。こいつ新しいな。蜂っぽい敵だ。どうかな？あ、強いぞ。小型ナバチ。まあ、まだやりますね。問題なく。運命の小道4階。まずは右になんかいるな。あれなんだ、ああ、なんだ、ああ、影縫い状態？この状態では動けない。一定ターンでしょうね。3ターンか。あれ何？こちらが逃げるけど。これあれかな？盗む系な感じしますけど。よ、来た。よし。ハリコドリ。特に盗んではきませんでしたね。8。あ、なんだこいつ。攻撃撃つと、一歩下がりますね、こいつは。ちょっとやらしいな。さらに新手。なんだこれは。鳥っぽいぞ。草小鳥。ライフはまだ大丈夫。
草を投げてくるのかな。倒したら威嚇鳥の種、これはすぐ飲みましょう。最大満腹度、それをアップするんじゃないかな。105にアップした。さらに、あ、こいつ二歩移動か、やらしいね。さあと倒して、さらに8。しかし今のところ問題なし、レベル5よ。あっと下がったか。あっとミスった。うわ、なんだ、やばいやばい。12ダメージ、そして混乱状態。しかし奴は死んだ。なんか決死の一撃みたいな、そんなもん食らいましたね今ね。これはライフが減ってるから油断するとまずいぞ。一応その場で、あー敵が来たな、まずいな。混乱治った、ちょっと下がるか。あいつの攻撃はまだ掴めませんからね。回復するまで逃げましょう。一旦ごとに結構回復するような感じするね、体力が。今作はアマグリン、こいつか。こいつになんかアイテムを投げるとどんどん経験値がアップするみたいな、そういう話を聞きましたね。まずは普通に倒すか。どんどん経験値が倍になるっぽいね、投げれば投げるほど。しかしランダムで爆発すると最大1024倍になるとか言ってましたが、とんでもないよねそんだけだったら。8個取りを倒してく。なんだ、覚醒直前状態。覚醒するとどうなんの、謎の覚醒システム。そういえばゲージがありましたけど、ゲージはちょっと上がってますね。なんだろうな、この覚醒と関係あんのか。プロモーションムービーではなんかね、カメハメハみたいなの打ってましたけど。なんだ、あ、草投げられた。あ、しかしライフ上がった。良い効果の草も投げてくるのかな、あの敵はね。石7個、これは遠くの敵にダメージを与えることができるんじゃないかな。正面方向、最大3マス。正面か。あ、また蜂が来たぞ。こいつまずいよな。あ、間違えた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 、操作間違えた。一回下がろう、これ。しかし、すぐ回復。殴ってと。よし、問題なし。さらに巻物を。混乱の巻物。これも強力でしょう。次は5回かな。これは復活の草。死んだ時に復活できる。高飛び草も万が一の時のためにね、持っておくと良さそうですね。敵に囲まれた時。じゃあ薬草一つ使うか。最大ライフが増えんじゃないかな。1アップした。あ、こいつらか。こいつらに投げればよかったんですね。試しに1個投げてみようかな。石を投げてみよう、どうだ。あ、食べましたね。経験値が倍になった。さらに、4倍。わあ、でもこれ、爆発したりして、こっちも大ダメージを切るとか、そうなったらまずいよね。おら、あ、どうだった、倒した、あ、倒したっぽいね。経験値60。かなりいいぞ、これ。よし。岩食え。どんどん食え。あー、爆発した。これ危ないね、これ。近寄ると絶対に瀕死になるよ。次は6階ですね。お、着いた？フォーチュンタワー。まだ入り口かな。塔が3つあるっぽいね。そして上には、さらに塔。ずいぶんでかいボルトだな。フォーチュンタワー入り口。入り口はどうやら、町風になってるのか？過去、現在、未来。運命のダイスを集める必要がある。左が過去の塔。そんなに強いモンスターもいない。最初はこっちに行くといいと。上が現在の塔。ちょっと強い。まあ、順番に行けばいいのかな？右が超難しい。他を雇って仲間にすることができる。じゃあ仲間にしましょう。仲間がね、いっぱいいればいるほど、すごい楽になりますけど。逆に、足かせになることもあるんですよね。じゃあ過去の塔入ってみましょうか。さらに、ジロ吉も仲間になりましたね。そう、仲間がね、敵のモンスターに殺されてしまって、そうするとね、敵のモンスターが進化するんですよね。一段階強く。で、それがめちゃめちゃ強くて、こっちが全滅するみたいな。そういう話はよくありますね。一体でも敵が強くなってしまうと、仲間がどんどんやられてしまって、もう手がつけられなくなってしまう。という状況が発生しやすい。あ、仲間二人いますね。左の敵はなんだこいつ。新しいな、おにぎりか。あ、握り見習い。こちらのアイテムをおにぎりに変えたりしますね。まあ、お腹が減ってる時は、うってつけの敵でもありますが。仲間が二人ならまあ、ぬるゲーじゃないかな。待てよ、味方は、装備品とかどうなんでしょうね。タオは道具を売ってくれる。困った時に。ジロキチはどうだ。タマちゃんが倒れてしまっても、まあ相手も確保してくれると。まあ私はしかしね、死んだらおしまいですから。風雷の試練2作目では、仲間にアスカがいる時に、武器をアスカに投げることで、アスカはそのままね、装備品を装備しましたよね。そのシステムはないのかな。明かりの巻物、早速読んでしまうか。どんどんアイテムを使っていこう。いっぱいあるからね。さらにアイテム。これなんだ？お祓いの巻物。まだ未鑑定のアイテムありましたね。コインの装備しておくか。試しにね。それで呪われていたら、お祓いの巻物。それを読む。今のとこ、呪いはありませんね。まあ、まだ初めだからね。お金盗むやつが出てきましたね。名前は、ガマラ。ガマラだ。
あっと、大丈夫だ。ガマラからお金ゲット。じゃあ右から攻めるか。さらにガマラ、仲間はお金盗まれないんじゃないかな。こうすれば一方的に倒してくれる。タオはなんだこいつ、面白いね攻撃は。ブーメラン。さらに桃、普通の戦闘説明、満腹度が回復して使用済みの技がいくつか使える。技力も回復するし、桃は効果高いね随分ね。癒し草はなんだ、ヒットポイントが大きく回復する。おとぎり草とどう違うんだ。おとぎり草より癒し草の方が効果高いのかな。じゃあおとぎり草飲むか。混乱の札2枚。なんだこれ、敵を混乱することができる。混乱の杖とかもありますが、それと同じ感じか。成長の種、また初めてだな。飲むと成長状態になる。成長状態で戦うと、ああ、装備してる武器と盾が早く成長する。あのゲージは成長度だったようですね。飲んでいくか。じゃあ成長することでどうなんの。こいつは何、新しいな。カラクロイド、結構強いけど、とりあえず逃げ系倒せる。レベルが上がって、ボロいツルハシ。ツルハシは壁に穴を開けることができますね、おそらく。下になんかいるけど、燃えてるやつがなんかいるよ。やばそうだな。魔法使えそうな。攻撃能力アップしてるこいつ。おにぎり系、よし買ってこい。お、タオがやってくれた。しかし問題なく倒した。アマグリンがやってくるぞ。アマグリンは一発か。そうか、結構アイテムが余ってるから、そういう時にアマグリンに投げるといいんでしょうね。オイルの巻物、床に張り付いて、そこに乗ったモンスターはスリップ状態になる。空を飛んでるモンスターが乗ると燃え上がりダメージを与える。スリップ中は何も行動ができず防御力が下がる。これは読むんじゃなくて置いて使うもののようですね。石がそこそこ余ってるから、これを投げましょうか。石を投げる。タオが攻撃して、それ投げてみる。あーっと爆発した。ダメか、意外と爆発が早いね。さらにアマグリンレベルアップ。仲間もレベルが上がりますね。ここら辺から通路が見えなくなってきましたね。やや難しい状態。やれるかな、仲間と一緒に。行くぞ。あっと、こいつはタイガーウフォ、キャラクターをぶん投げるキャラクターか。あーっと、意外とやらしいぞこいつは。しかし仲間と一緒にやれば問題なし倒せる。あーっと、投げられた。どうだ、やったか。倒したっぽいね。これは封印の札、杖以外にも札もあるんですね。これは周囲にいる相手を巻き込んで封印状態にする。杖よりもなんか効果高そうだね。杖は多分対象は1体とかじゃないかな。札は周りを巻き込むのかもしれない。ガマラにお金は盗まれそうで、盾のおかげ助かった。2階はクリアですね。3階に住む。下に新しい敵かな。あ、急に起き上がった。フィアーラビ、初めてですね。一発で倒して桃を落としたぞ。普通の戦闘、あれ、普通の桃が柔らかになってますね。熟してきた。これ早めに食べないと効果が変わる。確かになんか状態が変わってますね、一番初めもらったものから。まあ、とりあえず1個食べるか。お腹が膨れて踏ん張り状態。おっと、ノロジョ。あー、金庫の盾が呪われた。しばらく外すことができなくなってしまいましたが、お払いの巻物は今持ってませんね。あーっと、ノロジョだらけ。やばいなこれ。まだ大丈夫。あとおにぎりもいますね。仲間に攻撃してほしいが、ちょっとルールが違うね。ジロ吉の攻撃パターンが読めないな。今先ほどの状態ならね、過去作なら先に攻撃してくれたんですけどね、仲間が。それが変わったっぽいね、ルールが。たまに一歩動くとヒットポイントがね2回復したりするんですが、あーと今ミスったね。今やってしまったよ。あれ、装備してない武器でも呪われるようになったんですね。装備してる武器が呪われるとは限らないんだ。お、なんだ。おー、成長した。あー、なんかいろいろ印の数も増えた。これは付与できる能力とか、あと攻撃力アップ、それの限界値がアップしたっぽいね。魔法殺しプラス3、レベル2、説明、魔法系の重さについて。さらに上げられるんですかねこれね、使っていけば。まあ使えば使うほど威力が上がる系は過去作では努力のしないでしたっけ。まあしない系の武器、それでありましたけどね。今作ではそれはデフォルトになってるのかな。これによってゲームバランスがねどう変わってるかですが、このフィアーラビは魔法系の敵のようなんで、この武器はよく効きますね。カラクロイド、あ、カラクロイドが罠を作った。あ、さらに罠。あっと、ミスター。中には効果の良い罠とかもあるんでしょうね。あの罠が何であるのかまだ判別がつかない。左は
お店これ。あ、お店だ。ああ。風来の試練とかトルネコ、その一つの売りである。お店ですね。店主が左にしかいませんね。右側にいないんだ。なんかいいもの売ってるかな。オブシディアンの腕輪。まだ鑑定されてないから、内容がわかりませんね。混乱の手斧。紹介状？特別な店に入るときに店主に見せる。特別な店があるようですね。あ、保存の壺。これ買ってきましょうか、じゃあ。痺れ刀。たまに敵を痺れさせる。金縛りか。これ強そうだね。じゃあ保存の杖を拾ってと。このまま右から出るとね、泥棒扱いで。もう超強い敵がね、現れまくりますね。で、それを避けるためには、アイテムを駆使したり、あと、ツルハシでね、壁に穴を掘ったりとか、まあ、いろいろ方法ありますが。まあ、成功率は低いんでね、100% ね、もう確定するような状態じゃないと。盗むのはやめておきましょう。さあ、壺を買ってと、壺に、おにぎり関連入れておきましょう。おにぎり、桃も入れといていいかな？その他には、復活の草って入れといても大丈夫でしたっけ？こちらに階段がありますね。結構出口から近いから、これは意外と盗める可能性あるな。くすんだ金の盾、錆びない。ああ、これ盗みたいな。成功しそうな感じするんだけど、ツルハシで掘れば。で、仲間がいるからね。仲間がどんどん殺されてしまいそうな感じする。まあ、初めは正当法でいきましょう。次は4回。このパンプキンの敵、こいつ強いよね。攻撃力高いし、壁の中に入ってしまう。すごい厄介だよ。通路で出会うと。出てこないな。あ、こいつなんだ？謎の敵現れたか？ギャザー。過去にいたか？しかし一発やりましたね。パプレコキン、こいつは。お、あっと与えたけど？出てこない。よし。さっと倒した。現在光ってるけどこれ。なんか久々扱えるんですかね。その他、現在の状態。攻撃力アップ、踏ん張り、スーパー。モンスターと戦う極意に目覚めた状態。攻撃するといろんな効果がつくと。勢いをくじかれるような出来事で元に戻ってしまうことがある。へえ、踏ん張りはまだ持続してますね。倒れてしまうほどのダメージを受けても、ヒット目では1になるだけ。あ、これかなり助かりますね。しかし、一定数のフロア移動すると元に戻る。なるほど。これは、新たな腕は、中身は不明だが、まあまだ初めのダンジョンだからね。そんなに悪いものじゃないでしょう。装備してみると、内容は不明。あ、これは、投資の腕輪ですね。かなり強力な腕ですね、これは。ご覧の通り敵の位置が丸見え。先制攻撃を取れることがなかなかないんじゃないかな。これによってね。ここで待ち受ける。はい。この壺はただの壺。なんでもない壺かな。特に効果のない壺。ここに物を入れるとどうなるの？入れてみたが。なるほど。取り出すことはできない。それっぽいね。まあ、物は入れておけんのかな、じゃあ。出したい場合は投げて割る必要がある。下になんかいる。なんだこいつは。子供だった。敵じゃなかった。こんなとこに、姉ちゃんを助けてくれと。よし、わかった。どこにいるんだ？子供がついてくるようですが、まずギャザーを倒したいね。うわぁ、いっぱいいる。ギャザーは寝てんのか、これ。お花を踏んだが助かった。2回攻撃だから。うわぁ、問題なしに倒せるぞ。超強い。さらにギャザーも倒して、パプレコキンもぶん殴る。なんか殴ったら敵を封印状態にしましたね。保存の壺があれば。あ、拾っていこう。これは？これも保存。保存拾いまくり。そう、現在の腕輪。これ名前つけておきましょう。名前。1文字打てば保管してくるようなシステムありませんでした？ちょっとわかんないな。投資か投下かわからないよ。投資にしとこう。天の恵み。これを読んでしまうか。武器の攻撃能力アップですね。魔法殺しを上げていく。さらに腕があるぞ。アゲートの腕輪。内容不明。店に売ってみよう。試しに。1050。あまり高がないね。効果が高いものは結構高く売れると思うんですけどね。腹減らずの腕輪とか。でも腹減りの腕輪とか、そういう罠系の腕輪ではね、高く売れたりするんで。値段では判別がつかないとか、そういうことあるかもしれませんね。あ、これがお姉ちゃんもしかして。動物だった？狐を助ける。これで助けたことになったのかな？今後いいことが起きるか、なんかイベントが起きるかですね。上になんかいるな。こいつなんだ？お、なんだ？うたたねバグ。こちらなんか眠らしてきそうでしたが、石がウンドバだった。陽気な BGM かと思いきや、やや緊張をはらんでるかのような。BGM はね、過去作では杉山浩一さん、まあ、ドラクエではおなじみのあの方がね、作っていたんですけどね。まあ、今もフライの試練のメインテーマ、それもそのまま引き継がれてるんじゃないかな。だからフライの試練はね、BGM が超良かったんですよね。そして現在拾ったギャザーがいっぱいいるね。しかし私は今相当強いぞ。
まず負けなさそうだけど。あ、2回攻撃はなくなってますね。レベル13。あら、どんどん上がっていく。中のレベル上がってんだ。ここはなんだあれ。3体ぐらい固まってますよ。起き上がった。お、2マス移動か。とりあえず一発で倒せますね。ふわっていい。ふわふわしてる。なんか今上がりましたね。会心の一撃状態。あーっと、また、ウンドバカ。アイテムは結構、ウンドバカしてますね。これは気をつける必要ありそうだな。体力少ない時とかね。覚えておきましょう。ドラゴン草、これは火を吐けますね。おっと、バグを倒そうと思いきや、眠りに誘われた。横にいるだけで、眠ってしまうんだ。うわー、これまずいな。お、なんだなんだ？どうなった？状態はよくわからないが、仲間がやってくれそうだけど。よし、やってくれた。さらに、うたた寝バグ。ああ、やはり、力とまずいな、これ。ランダムですかね。起き上がった。あ、結構強いぞ。次は、6回。敵は怒り状態になってる。大丈夫か、これ。ああ、ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。怒り状態まずい。これ、左上移動して大丈夫かな。まあ、復活の草あるけど。2歩移動状態になったりしてると、非常にまずいね。とりあえず逃げてみよう、1回。ほい、あ、大丈夫だ。仲間に任したいけど、今作はそういうルールじゃないんだね。ギリギリまで、隠したい。まずい、仲間をやられるぞ、これ。下手すると。アイテムを使おう。ドラゴン草なら一発で倒せると思いますが。とりあえず巻物使うか。真空切りの巻物。これ倒せるでしょ。うわぁ。巻物読んで。なんとか敵が倒しましたね。ああっと、丸太。怒りはやばいね。これ覚えとこう。怒りってこれか。船の怒りね。それにかけてるんだ。自分で踏んだらどうなんの？怒り状態になれる？ちょっと踏んでみようかな、一回。足元。罠を踏む。踏んだ。怒りになった？状態を確認しよう。あ、怒りにはなりませんね。自分はならないのかな？もしくはスーパー状態だから、ならないとか、いろいろあるかもしれませんが。これモンスターハウスない？左。これそうですね。なんか普通に NPC もいるけど。どうすりゃいいのこれ。バグがいるからね。これやらしいな、これね。良いアイテムあるか？感電の杖で感電させることできるけど、あの NPC も死んでしまいそうですね。ちょっとここは後回しにするか。非常に危険だ。その前に木の矢。これは意外と安いね。これ買っときましょうか。お化け大根が来たぞ。力を下げられると厄介ですから。あれ使うか。封印の札。飛ばすでいいのかな？あ、ミスター。ミスターっぽい。もう一個投げてみよう。よいしょ。よいしょ、当たった。うん、やはり、範囲攻撃のようですね。そうか、じゃあ、バグに、封印の札を投げてもいいんだ。うん、入るか？仲間がいるのが厄介だな、しかし。微妙に仲間が本当に、足かせになっちゃいますよね。いや、死にしよう。ほい！わお！ああ、パンプキンが眠っていたんですね。こいつは先に、倒してしまいたいね。あまりダメージならない。まず、バグを封印したいな。それが先でしょう。封印の、札投げる。まとめてからでもよかったか？あーっと、パンプキンの位置が、微妙にまずい。丸敵を倒していく。しかし、こちらは、かなり鍛えられてますからね。武器レベルがさらに上がったかな？おっと、強い！バグ強い！やはりバグが強い。こいつはネックだ。うわぁ、強いぞ！うわぁ、待て待て待て！うわぁ！うわぁ！そうそう、謝るなよ。危ない危ない。うわぁ、びっくりしたね。おとぎり草を飲む。体力回復。バグがまずかったね、これね。想像以上に。よし、負けの使おう。爆睡の巻物。これで、しのぎましょう。いやー、危なかったね。一体で全部倒すぞ。パンプキン倒して、お化け大根。こいつは大丈夫かな？あーっと、大丈夫か？やつは消えた。罠が現れて、モンスターは全部倒した。ここは罠だらけなんで。全部床を叩いてね。罠を確認しましょう。この人と話すと、ああ、なんだなんだ。飛んでたぞ、どっかに。すごいな。さあ、7階ですね。左上はヘドロかな。こちらの装備を錆びさせるのかな。左下は一つ目系でしょうね。サイクロプス。まずこいつにするか。あら、ああ、なんだ、アイアンヘッド。こいつ、離れた敵も攻撃してくるんじゃないかな。ちょっと一撃まずいな。オイルの巻物、早速使うか、これ。これを、下に置く。逃げると、どうなるかな？あっと、仲間に夢中だ、奴らは。いいぞ、アイアンヘッドがスリップ状態。今しやりたいね。
ミドルはよそ見てる。仲間にミドルが攻撃すると仲間はちょっと弱るのかな。よし、アイアヘッド倒したが、あ、おっと、うたたねバグ。やはりこいつは強い。しかし倒した。パプレコキンが、あいつなんだ、スーパー状態。うわー、あとなんだ、強化値が下がった。サビの罠、これはひどい。剣豪現れた。こいつはこちらの武器を飛ばしてくるんじゃないかな。非常にまずいよね。自分の後ろに仲間がいたりすると、その仲間にね、武器が当たって武器ロストになってしまいますよ。こういういやらしい敵がね、どんどん出てきますから。さらに、アイアヘッド、やっぱり遠距離攻撃ですね、こいつは。いやらしい。おっと、また力を貯めてる。あーっと、仲間まずいな、これ。痛恨の一撃。自ら近づいて、あー、やられたー。まずいぞ、これ。これなんだよね。仲間がやられてしまって、こちらピンチになる。しかし、まだアイテムは結構ありますから、まだなんとかなるんじゃないかな。混乱の札。あー、混乱もいいとは言えないよな。よし、ドラゴン層。これ倒そう。惜しみなく。倒して、そう、このようにね、敵が強くなった分、倒せば経験値も増すんですよね。まあ、これを利用して、敵のレベルをわざわざ上げてね、で、経験値をがっぽり入手するみたいな、そういう技ありますね。あっと、こいつはまさかの、七間攻撃あり。あ、やっぱりそうだ。いや、やらしいな。自力値まずいぞ。力ためは一旦のみとか。うん、それっぽいね。一旦移動させれば、なんとかなるけど、これ下に移動するしかないな。ほい。ああ、力ため。ほっ。ああ、ジロキチが。そう来るか。いろいろ難しいな。倒してしまおう。お、ジロキチがやってくれた。こいつ新しいね。こいつの正体はつかめないが、毒悟り。ああ、お化け大根と同じ系じゃないか、こいつ。こちらの力を下げてくる。なんてやらしいんだ。レベル17。上に2体いますが、ヘドロいるぞ。いや、ミドロか。ああ、ミドロに。うわあ、強化値が下がった。まずい。ああ。素直に封印を使うべきだったか。うわあ、これ、ツルハシ使うか。使ってないからね。ツルハシで、これを掘っていくと。そして、こいつを、あーっと倒したいか。眠ってしまった。殴る。おっと、どこに消えたか。なんとか助かった。あ、これ以上何もありませんね。これ下に部屋があるね。隠し部屋かな。どれくらい掘れるかわかりませんが。お、隠し部屋発見。あー、お金がいっぱいありそうだよ、これ。これ落ちてるギターンを投げて、合体はできないか。まあいいや。普通に拾ってしまおう。封印。封印すると、あ、なんか普通のパプレコキになりましたね。地面にも潜れないみたいな。では、次行きましょう。お、過去の塔最上階。意外と早かったな。過去のダイスは見つけた。お、やった。一つ目クリア。やったー。猫招き村？どこまで戻った？多少前の村に戻ったっぽいね。ポイントセンターであるけど、これ、ポイントの罠踏めば、ポイントになるのかな、もしかして。ポイントカードをもらった。ポイントスイッチを踏むと、ポイントが貯まる。ああ、今まで表示されていたのは、ポイントスイッチだったんですね。じゃあ再び、ストーリーを進めましょう。今回仲間はいませんが、多少強い状態なんだよね。さっくりいけるんじゃないかな。ヘマさえしなければね。お、ポイント割れますね。早速踏んでいくか。やったー !10 ポイント。甘栗がいるな。よし。石を投げて、あれ？石がダメージになっちゃいましたね。あ、寝てる場合はそうなんだ。あ、そして、一回で爆発してしまいましたね。おっと、あ、草小鳥が草を投げるとこれに化けるんだ。そういうことか。ハリコ鳥ね。次は現在の塔ですね。過去の塔ではやや危ない場面ありましたが、なんだ？ああ、なんだこいつは。引き寄せんのか。まあ、まだ何度かこなせてますね。いきなりそうか。強い敵出てくるってそういうことか。ギャザーとかちょっと強めの敵がね、出てきてますね。だから多少この武器とか強化してあることが前提で、バランスが取られてる可能性もある。あぶね、ギリギリだったね、今ちょっと。危なかったな。お、こいつは、なんだ？新しい？謎の敵。あーっと、そっち行くのか、タオ。混ぜる。何かを混ぜられそうな。食べてしまってね。しかし倒した。2階に到達。昼の盾。昼のモンスターから受ける攻撃のダメージを軽減する。
所以夜のモンスターは増加する。昼と夜の概念があんの。聖域の巻物、これは安全地帯が作れますね。飛び道具にはどうでしたっけ？よし、聖域、これ拾っていきましょう。これがあれば、そうそう死なないでしょ。なんか下にキラキラ光る何かあるけど、あれ何かな？いいぞ、タオが遠距離攻撃。とても刺していく。おっと、まずいなこれ。お化け太鼓が来たけど、おっとセーフ。殴って。タオが活躍してる。石を投げてと外した。とどめはさせない。一回上に対しよう。いや、無理だ。呪い状が、あ、倒した。助かった。お、ラピスラズリの腕は、なんだこれは。祝福されてるが、効果はわからない。売ってみましょうか。いくらなのか。770。あまり効果なさそうだな。内容がわからないが、売ってしまおう。無敵装。これは、聖域の巻物よりも、なんか強そうな印象あるけど、これも買っときましょうかね。とどめの矢、当たった相手を一撃で倒す？ほとんど当たらない、しかし。一か八か系か。合成変えますね、これね。魔法の杖がレベルアップして、マジックキラー、名前もどんどん変わっていくんですね。次は4階、現在の塔。こいつは。マールポリゴン、レベル下げていくのかな。下からミドロが来ましたが、危なかった。なんか不正だが、ミドロが分裂した。こいつら分裂系か。次はマールポリゴン。こいつら倒して、マールポリゴンは魔法系ですかね。こちらの攻撃がよく当たる。あれ、来い。よ、来た。うわ、勝てぞ。硬いが倒す。メッキの巻物。これで、金庫の盾もね、メッキ状態できますね。アイアンヘッドが近づいてきてるが、位置がやらしいな、これ。力ダメだ。近寄るか。痛いがやむなし。倒して、レベルアップ。パプレコキンを、殴っていく。来い。来ないな。あいつはなんだ？なんだなんだなんだ？応援を始めたぞ、あいつ。あいつはまずい。なんか敵の能力上げてそうですね、あいつ。わ、剣豪も来たぞ。勝て。なんだ？一瞬硬かった。まずいな。まずこいつやりたい。おっと、こいつ自体は、能力があまり高がありませんね。剣豪の位置悪い。こっちだ。味方がやってくれた。アイアンヘッドの剣豪。これはまずそうだが、封印使うか。飛ばす。なんとか当たった。これで問題なしかな。天守には当たりませんでしたね。今天守に当たったらまずかったな。見切りの盾。お金が足りない。なんか売るか、これ。売って合体させるか。相当強くなりますね。昼か夜って、一番画面の左上、それを見ればいいのかな？今太陽が表示されてますね。これが今昼状態なんでしょうね。これで買えますね。見切りの盾。しかし合成の壺5個だからね。もうちょい必要ですね。いろんなアイテムが。革の盾。それがあれば、重い盾と合わせることでね、超強くなりますね。下からはイカキング。こいつは初めてかな。しかし倒す。盾を発見。腹持ちの盾。なんか良さそう。名前的に、革の盾っぽいよ。説明。お腹が減りにくくなる。これいいんじゃないの、これ。腹持ちいい。腹持ちいい。盾。もう一個欲しいな。ベースは重い盾でいいのかな。これ、どうなるんだろうね。鍛えた分、これをベースにした方がいいのかな。あと気になるのは、この重い盾に、この腹持ちの盾合わせると、効果は相殺されるのかどうかですね。過去作では、この腹持ち、革の盾の方がね、有効化されましたけど。まあ、後で試してみましょう。そこら辺もね。お、現在の塔最上階。これクリアか。結構すんなり行きましたね。よし、現在の塔を無事にクリア。今んとこ死なずに、結構来れましたが。よし、じゃあ今回はこれで、一回終了したいと思います。次回はね、一番難しいと言われる未来の塔。それをクリアできたら、本場のフォーチュンタワー、そこに行くことになるんですかね。まあそろそろ真相な感じありますが。続きはまた次回。